SS というところに向かっております。食堂 SS はですね、この前いろいろ動画アップしてますけども、絶飯ロードでですね、浜津さんがですね、訪れた、もうその絶飯ロードというですね、絶滅しそうな、ドライブインですね、なんですけども、そこに向かっています。そこに関してはですね、何ですかね、めちゃくちゃ渋いんですよ、建物が。もうめちゃくちゃ渋いので、ぜひですね、ちょっと皆様ですね、見てみていただきたいなと思いましてですね、今もですね、11時45分で俺は腹お腹ペコペコなので、全然今日昨日の9時ぐらいから食べてないんで、ちょっと今日はですね、何を食べるかちょっと楽しみですけども、ちょっと見たいと思いますけども、まあいろいろですね、やってるけど、食リポがですねできるかどうかですね、そこがちょっと不安ですけども、まあ一応ちょっとやっぱ聞いてみるしかないな。仙道の宿場町ですね、宮の越宿って書いてありますね、ここはですね。あと16キロとかなんで、で、本当はですね、吉中の館ですね、吉中館っていうのかな、がこの近くにあったんですけど、ちょっと緊急事態宣言が首都圏で出てるせいなのかな、ちょっと臨時休業って形でちょっと休みなんで、ちょっと入れなかったんで、ちょっと残念ですけど行けなかったんで、食堂 SS はですね、ちょっと食べたいと思いますけどもね、食リポができるかどうかだよな、そこはちょっと不安なんだよな。どうなった、さっきはここ曲がってきました、ここですね、右から来ました。
里にあるような感じなんで、ここは重宝されてますね。さっきのあそことはイオンのアップルロード店とは違うかな、雰囲気が。したところでもかなり収束するというような感じのプランの方が
が出る前に緊急事態宣言になったじゃないですか。そこがちょっとですね、受け入れないんですよね。大阪の逼迫具合が半端じゃないですからね。だからまあ焦ったのかもしれないですけど、東京の方はですね、東京に行く方も無理だと思うんですよね。アスリートとかそういう人の、なんだろう、いろいろ検査とかする人の、なんだろう、医療従事者、1万人ぐらい、必要だっていうことを言ってますから、逼迫してるところから、またなおかつ、またオリンピックの、なんだろう、ために引っ張り込むっていうのは、なかなか難しいんじゃないですかね。私はそう思いますけどね。それでまあ他にいろんな国の人とかも多分来ないと思うんですよ、多分東京オリンピックは。はっきり言わなくても、というふうに言ってる合間にあと 7.8 キロになりました。私はですね、ちょっともう未来予想図なんで、オリンピックやりませんの方にかけます。まあお金は何もかけないですけど、外れても何もないですけどね、ということでございました。まあその横をそうこう言ってるうちに、まあ 7.4 キロまで来ましたんで、これちょうどこの国道19号線沿いなんだ、速度 SS。 そこはちょっとですね、早くちょっとですね、見たいですね。
38キロ、定休じゃん。ちょっとですね、このまま